ゆうちょ銀行が高齢者に対して勧誘時に健康確認をしないなど社内ルールに抵触する不適切な手続きで投資信託を販売していたことが分かりました。ゆうちょ銀行は社内ルールで70歳以上の高齢者に対して投資信託の勧誘前と申し込みの受付前の2回健康状態や商品の理解度を確認することにしています。しかし内部調査の結果233店舗中213店舗で一度に確認を行い勧誘前の確認を怠るケースなどがあったということです。ゆうちょ銀行は社内ルールの徹底遵守に向けて適切に対応するよう引き続き努力していくとしています。